香港で行われた最新のアンケート調査によると、自分は中国人だと思う人が、ここ18年で最も少ないことが分かりました。香港中文大学電波と民意調査センターが10日に発表した意識調査によると、自分は中国人だと思うと答えた回答者は 8.9% を占め、1996年以来の最低値を記録しました。一方、自分は香港人であると答えた回答者は2008年の 16.8% から 26.8% に増えました。新唐人テレビがお伝えしました。